トニクロースは、ドイツグライフスバルト出身のサッカー選手。ラリーがレアルマドリード所属。ドイツ代表。ポジションはミッドフィールダー。トーニクロースとも表記されることがある。ドイツ北部の都市グライフスバルトで生まれたクロースは、地元クラブのグライフスバルダーで、ユースチームを指導するジップの元サッカーを始め、その後父が、ハンザロストックに職場を変えると、 クロースも弟フェリックスと共にロストックへ移籍した。リバプール FC やレアルマドリード、ユベントス FC、AC ミラン、アイアックスなども参加したイタリアでの16歳以下の大会で大きな注目を浴びた。2006年、チェルシー FC などからの誘いを断り、毎年一軍がロストックで遠征試合を行うことを条件に、バイエルミューンンのユースに加入した。 プロ契約したクロースは最初はアマチュアリーグでプレーしていたが間もなくプロと一緒に練習を始めた。ブンデスリーガデビューとなった2007年9月26日のエネルギーコットブス戦ではわずか18分間の出場でにアシストを記録する衝撃のデビューとなった。さらに UEFA カップデビューとなったアウェイのレッドスターベオングラード戦では1点リードされた状況の81分に登場し、 1>, 1ゴール1、アシストの活躍で勝利に導いた。バイエルンは、マスコミに、クロースのインタビューを無期限に禁止するなど成長を、サポートした。レバー空前へのレンタル移籍編集しかし、バイエルンのレギュラー陣に割って入るには至らず、より出場機会を得るために2009年1月より2010年6月までの、レンタル移籍で、バイエル・レバー空前に加入した。 2009年4月18日の VFL ボルフスブルクセン0でブンデスリーが初得点を記録。シーズン終了後にはバイエルンと2010年まで契約を延長し、またレバークーゼンへのレンタルも2010年7月までに延長された。2009から10シーズンは開幕から主力としてプレーし、ステファン・キースリングと共にゴールを量産し、レバークーゼンの首位ターンに貢献した。 そのシーズンは、キッカーによるブンデスリーガのシーズンベストイレブンに選出された。バイエルン復帰、編集バイエルン復帰後、期待通りの成績を残せなかったが、デワーク偶然時代の監督だったユップ・ハイン・ケスが、バイエルンの監督に就任すると、中心選手の一人に成長した。2012から13シーズンは、ハビ・マルティネスと共に中盤で重要な役割を担い、 史上最速28節終了時点でのリーグ優勝を達成。他にもクラブは DFB ポカールや UEFA チャンピオンズリーグのタイトルも獲得したが、クロースは怪我のため両大会の決勝に出場することはできなかった。翌シーズンも2014年3月25日のヘルタ、ベルリン戦で得点を挙げ、三から一での勝利に貢献。同試合でバイエルンはリーグ優勝を決め、 ブンデスリーが連覇を果たした。一方で、バイエルンとの契約延長交渉が、給与面などで難航、クラブや、ジョゼップ・グアルディオラ監督との関係が悪化していった。レアル・マドリードでのクロース2014年7月17日、6年契約で、レアル・マドリードへの移籍が決定。背番号は8番。公式戦初出場となった、UEFA スーパーカップのセビージャ FC 戦では、 両チーム通じてトップとなるパス成功率96%を記録した。入れ替わるようにバイエルンへ移籍したシャビアロンソと同じ中盤の底のポジションでレギュラーに定着し11月9日の第11節ラージョバジェカーの戦で移籍後初ゴールを含む1得点にアシストの活躍をした。移籍初年度はリーガーエスパニョーラ所属クラブの選手で唯一シーズン。 総パス成功数が3000本を超えており、シーズンを通して92%のパスを成功させた。2015から16シーズン、レギュラーとしてチャンピオンズリーグ優勝に貢献、2つのクラブで優勝を経験した初のドイツ人プレイヤーとなった。2016年1月3日、バレンシア CEF 戦でパス成功率100%を記録した。2016年10月12日、 レアルマドリードと2022年までの新契約を結んだことが発表された。同シーズンはリーガ優勝とともに史上初となるチャンピオンズリーグ連覇を達成した。2018から19シーズンのリーグ開幕戦となるヘタフェ CF では118本のパスのうち116本を成功させ100本以上のパスを記録した選手の中で、 レアルマドリード史上最高のパス成功率を記録した。12月には FIFA フフクラブワールドカップを再び獲得。通算5度の同タイトル獲得は歴代最多であり、過去6年間で5度優勝した。2019年5月、レアルマドリードとの契約を2023年6月まで延長した。2019年10月23日、UEFA チャンピオンズリーグのガラタサライ。 SK 戦で CL 通算100試合目の出場を果たした。2020年1月8日、スーペルコパデースパーニャ準決勝のバレンシア戦でコーナーキックから直接ゴールを挙げてチームの決勝進出に貢献した。ドイツ代表でプレーするクロースドイツ U-17 代表として 2007FIFAU-17 ワールドカップに出場。 中心選手として5得点に4アシストの活躍でドイツを3位に導きゴールデンボール賞を受賞した。その後も各世代の代表でプレーし2010年3月3日にアルゼンチンとの親善試合で A 代表デビューを果たした。2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会の代表メンバーに選出され2010年6月23日グループリーグ第3戦のガーナ戦で 途中出場し、ワールドカップ初出場を果たした。2011年9月6日のポーランドとの親善試合で代表初得点を挙げた。2012年に UEFA ユーロ2012のメンバーに招集された。グループリーグは前3試合とも途中交代で終盤から出場した。決勝トーナメントでは、ギリシャとの準々決勝では出場機会はなかったものの、 イタリアとの準決勝では、スターティングメンバーに抜擢されアンドレア・ピルロのマンマークについたが、この試合ドイツは1-2で敗れ、大会を去ることとなった。2014年、ワールドカップブラジル大会でも代表メンバーに選出され、グループリーグから決勝までの7試合すべてに出場。準決勝のブラジル戦では、前半24分、26分と2分間で2ゴールを奪い、 フィファが選ぶマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。大会では、ファンク・アドラードと並ぶようなアシストを記録したほか、フィファが分析システムを使用して採点した、カストロール・インデックスでは、同大会に出場した選手では最高評価となる9.79ポイントを得ている。ヨハンク・クライフもワールドカップでの活躍を絶賛し、同年のフィファ・バロンドールにおいて、最終候補に入らなかったことに異議を唱えた。 今までドイツ代表で10番として活躍していたルーカス・ポドルスキが代表を引退したことによりメスとエジルが10番を着用することになったためそれまでエジルが代表で背負っていた背番号でありリアル・マドリーと同じ背番号の8番を継承した2018年ワールドカップロシア大会ではグループリーグ初戦のメキシコに敗れた2戦目のスウェーデン代表戦では後半ロスタイムに クロースのフリーキックでの勝ち越しゴールにより勝利した最終戦で韓国に敗れグループリーグ敗退となった2020年10月13日 UEFA ネーションズリーグ第4節スイス戦で代表通算100試合出場を達成した長短での高いパス精度を誇っている上述にもある通り2015から16シーズンメスタージャでのバレンシア戦で パス成功率が100%を記録した。試合のリズムを作る正確なプレーは、しばしばメトロノームに例えられる。パスだけでなく、カーブをかけたグラウンダーのインサイドキックでコースを狙う。シュートも得意とする。元 FC バルセロナのシャビはクロースについて、クロースはマドリーのエンジンだね。彼のプレースタイルは、多くの部分で僕を思わせるところがある。彼は、フィールド上では僕の後継、 また、元マンチェスターユナイテッドのポールスコールズは、パサーとしてゲームをコントロールするプレイヤーならば、よりクロースに近い。彼は人と物理的に関わっていないのに、いろいろなところでゴールを決めると語った。ユップハインケースは、クロースの可能性は無限大と評価している。クロースがバイエルンのトップチームに昇格した際、ゼロベルトは、あの子のテクニックはまるでブラジル人のようだ。 あんな17歳は見たことないよ。練習態度も真面目で特別な選手になるだろうと評価している。カルロアンチェロッティは、クロースは、とてつもない才能の持ち主だ。プレーの全てが予測できない。総力に優れ、スペースに入り込む能力は稀に見るものがある。お気に入りの選手とフットボリスタのインタビューでコメントしている。バイエルンでのチームメイトであるフランク・リベリは、 クロースが10番としてプレーすれば、私にとって非常にプラスになる。ボールが持てて良いパスも出せる。私にとっての10番はクロースだと評価している。また、2012年3月17日のヘルタ・ベルリン戦では、フリーキックの際に試合中にジャンケンをし、グーのクロースにパーで勝ったリベリがキッカーとなった。マリオ・ゲッツェとは親友で、 ドイツ代表合宿でゲッセがクロースにバイエルン遺跡希望を打ち明けたことをクロースがバイエルン上層部に報告。これがきっかけとなりボルシアドルトムントからの電撃遺跡が決定したというエピソードをワールドサッカーダイジェストが紹介している。レアルマドリードでクロースを指導したジネディーヌジダンは彼のポジションで世界最高の一人でありスペクタクルな選手だ。 クロースを指導できて私は幸せだよ。彼がトレーニングしている姿は印象的で真のプロフェッショナルだ。彼について語るということは波外れた人物について語るということだ。両足ともハイレベルで容易にプレーする点も魅力でもともと左利きの選手だと思われてもおかしくないと賛辞を述べている。現役を長く続けることにこだわりを持っておらず2016年に レアルマドリードとの契約を2022年に延長した後にトップパフォーマンスを維持した状態の時が辞める正しいタイミングと考えていると語っており1年の契約延長を行った後もずっと長くは続かないよ38歳になるまでにはもうプレーしていないだろうねと話している二千十三年にバイエルンの一員で FIFA クラブワールドカップ二千十三をその翌年には ドイツ代表の一員で 2014FIFA ワールドカップを、その後レアルに移籍した後は、レアルの一員で FIFA クラブワールドカップ2014を制し、365日間で3度の世界一という珍事が起こった。なお、ドイツ人で異なる2つのクラブで世界一になったサッカー選手はクロースが唯一である。バイエル・ミュンヘン・レアル・マドリードドイツ代表、ありがとうございます。